あなたは日本好きですか？昔は世界の中でも日本が誇るものがたくさんありました。しかし今は日本大丈夫か？という意見をよく耳にしますよね。そんな中、世界の中でも日本だけが行うものがあります。それがピー。え？なんで日本だけ？気になることあれもこれも、やりたいこと全部やる、それすなわち世界征服。どうも、ライトでポップだと先生紹介者の小池です。ミョンです。天の声柔道です。ライトでポップと言いましたけども、はい、このテーマを初めて僕たちのチャンネルを扱うんですけど、うん、2019年12月から世界中で大流行した新型コロナウイルスのパンデミックは未だに記憶に新しいですよね。ミョンの中で一番何が嫌だった？やっぱりそれはイベントとかもこう制限とかされるじゃないですか、うん、はいはい、ライブとか開催できなかったりとか、すごい嫌でしたけどね。確かあの時ね、ミョンがハマっていた AV 女優のイベントは本当の軒並み中止になって本当に怒り狂ってたよね。これはね、事実です。怒り狂ってたの？うん、事実です。本当になんとかライトにポップにしようとしています今ね今冒頭でそうしました。まあ、今もですね、はい、その新型コロナウイルスがなくなったわけではないんですけども、うん、インフルエンザと同じようにいつでもかかってしまうリスクがあります、はい、その時のためにワクチンというものが、まあ、存在しているわけですけども、来月2024年10月からはコロナワクチンもインフルエンザワクチンと同様に定期接種という扱いになるんですね。僕たちの子供の頃もさ、反抗注射とかいろいろやったやんか、はい、ありましたね。なんとかもう学校の行事として組み込まれてるから、うん、何の疑いもなくやってしまったけど、うん、選択の自由っていうのはやっぱりすごい考えられてるじゃないですか。そうですよね、うん、そうだからこうやっとかないといけないのかな、やらない方がいいのかね、すごい難しいところにあるとは思うんですけども、うん、希望者がね、こうお金を出してワクチン注射を打つということなんで、うん、今までは国が保証してくれてたからただやったけど、これは自分でお金を出さなきゃいけないってことになるわけだよね。そうですね。でより一層ちょっとね、お金かかるんやったらっていう人もいたら、はい、結局コロナにかかって重篤になってしまって寝たきりになってしまって後遺症がとかっていう風になってしまうんだったら、ワクチンを打つお金ですら渋るっていうのは本当は信じてないんじゃないのって思ったりもしちゃうわけですよね。そうですよね、うん、モデルナ、ファイザーなどがあるわけなんですけど、はい、来月からはそれに加えて海外で新しいワクチンが開発されて、うん、はいはいはい、それが主流になるわけです、はい、レプリコンワクチンというんですよね、はい、うん、よくなんかレプとかね、なんかややこしいですよね。レプティリアンと混ざるからその略し方、そうそう、本当に、あ、レプ、あ、小池さん、レプティリアン。我々そのレプティリアンするときに毎回ベロ出すと何なんですかね、ちょっとでもライトにしてんだよ。薄め、薄めて薄めて、ね、この前会った女性の人を、うん、レプティリアンとめっちゃ合ってるらしい人に、どういうことだよ。あまりにも怪しいから俺あんまりなんか話半分に聞いてたんやけど、なんかその人曰く一瞬なんかね、こうやってね、なんか本当に、そう、その人と会う人が一瞬やるるマジ？なんか仕草が抜けないんだって、そういう人たち。目もね、なんか一瞬縦にピョンってこうなるらしい、種類っぽくね、はいはいはい、そういう人たちよく会うっていう女性の方を取材してしまって、まあ、まあ機会があったらまた喋るんだけど、はいはいはい、まあ、そういう人がいましたと。レプテリアンとレプリコンワクチンも違うんだけど、レプという響きからなんかヤバそうな感じで陰謀論界隈や都市伝説界隈で言われがちなんですね、はいはいはい、そしてですね、このレプリコンワクチンが使われるのはなんとここジャパンだけということで、あら、日本だけなんですね。日本だけなんですよ、ね、あら、海外で作られたワクチンのはずなのになぜ日本だけ使えるのっていうことなんですね。めちゃくちゃそれ疑問です僕、うん、これなんでかというと簡単に、はい、認可が日本しか降りてないからなんですよ。どういうことかというと、薬っていうのはその国によっても違うんです、基準が。じゃあ日本っていうのは比較的厳しい国とは言われているものの、はい、実際どうなんと、うん、わりかしこの添加物とかも食品の中に入っている量っていうのは世界で先進国のトップというふうに言われているんで、なるほど、薬を厳しくやってる割にはどっか緩い部分があったりとか、バランスがなんかアンバランスなんですよね。へえ、緩いとこもあれば厳しいとこもあって、あ、そうそうそう、なるほどね。今回のこれは認可が降りているっていうのは、はいはい、世界でこれで良くなったって症例があるからやっているというわけじゃなくて、うん、はい、世界でどこも承認してない、なぜか日本だけ認可されたということが、まあ、ちょっと物議を醸してるわけね。怪しいですね、はい、認可されたのは2023年11月で、うん、他国に先駆けて世界で初めて日本で承認されたということなんですね、はいはいはい、1年近く経ったにもかかわらず、うん、どこの国もまだ承認してないということなんです。そうですよね、なんで日本が唯一の承認国となったんだ、うん、っつって、誰よりも早く承認するぞ主人公やなっていうね、うん、もうその張り切ったのかもしらん。あ、なるほどね、そういう国の第一人者になってみたかったんですかね、日本がね。僕らが先にやります、日本国民はこれ以上
ほっとくわけにいかないじゃないか。あ、優等生タイプだ、うん、っていうのがあるかもしれないし、ちょっとお金が発生してるかも分かりません。いや、ほんとそれだよ。絶対それ最後のそれ。お金が発生してるのが一番怪しいんだけど。いや、分かんない、さらっと言ったけど、これだってもう証拠がないから分かんないけど、それは本当にそうですよ。例えば日本でもさ、そのコロナのね、錠剤とかいろんな薬を作っていたよ、日本の企業が、はいはいはい、でもそれ全部認可が下りずに、うん、外国のものが認可 OK になって、うん、スピードも速かったやんか、はい、なぜこんな海外の薬ばっかその優遇されるんですかみたいなことは、なんとなく結果から見たら疑問に思うよね。本当にそうですよ ね。認可を受けたのはアメリカのバイオ企業アークトゥルスセラピューティクス社なんですね、うん、開発したもので、日本では明治ホールディングス傘下の明治製菓ファルマ社が製造販売権を取得ということです。コスタイベ緊中用という名前で、まあ、販売されるということですね。あ、なるほど。このレプリコンワクチンは本当はそういう名前で日本で呼ばれる。そう。でこれがなぜこんな状況なのかというと、うん、まあ、その説明する前にですね、まずはワクチンについて簡単に説明します。はい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 。そして最初に言っておきますが、このレプリコンワクチンがいいか悪いか知りません、僕は。あ、そうですよね。断定するものではなく、はい、あくまでも事実ベースにニュースサイトがいろんなものを調べたものを紹介しますんで、うん、皆さんが選択すると、なるほど、いいか悪いか判断してくださいと思ってます。世に出てる情報をまとめましたよってことですね、うん、そうですね、はい、レプリコンワクチンとは、はい、新型コロナワクチンで多かったのが、うん、主にメッセンジャー RNA、まあ、mRNA ってやつですね。お、字面はよく見るでしょ、これね。あ、そうですね、字面を見ますよ、はい、これを利用したワクチンだったわけですけども、うん、このメッセンジャー RNA というのはコロナウイルスの設計図で遺伝情報をもとに体内でウイルス侵入のためのタンパク質が生成されるんですね、はい、でブロックみたいなのができるんです、うん、なるほど。それによってタンパク質に対する免疫を獲得し、その後ウイルスの侵入を防ぐということですね。ディフェンス、ディフェンス、あ、ブロックディフェンス、ブロックしてますね。あ、やられちゃったじゃん。ダメだろ。え、あと、その例の時にやられるのはダメだよ。そして、レプリコンワクチンというのは、メッセンジャー RNA が体内で自己増殖するんですね。それによって少量の摂取でも長期間の効用が出るというふうに期待されてる。なるほどね。だから増えることがいいなってことなんですね。あ、急に打たれた。今も増えてます。あ、だからこんな太っちゃって。そうそう。脂肪がね、秋風増殖する脂肪、増殖する脂肪。お前見たけどさ、あのユニオンの MV めちゃくちゃ好評やったやん。あ、そうですね。ミョン、寄せた方がみたいな。寄せた方がならないね。そんなコメントなかったんじゃない？消した。あ、ワクチン打った。もうコメント欄行ってもそんなコメントありません。消してる。コメント欄にワクチン打ってる。一番面白いね、ミョン…てんてんてんってコメント。俺読めるんですよ、その後何を言いたいかが。そうね、あいつ話しとりましたけど、はい、体内で自分の中ではよく理解できないものがどんどん増殖してきて、なんか気持ち悪いっていうか怖さあるじゃないですか、ね、でこれに関しては一部の専門家もちゃんと否定していまして、はいはいはい、医者も否定するワクチン、とある内科クリニックの院長はこう語っております、はい、レプリコンワクチンの危険性、自己増殖で長期の効用が出ても病原体を排除することができないために感染が長期化します。あら、ワクチン接種でロングコビットが生じる可能性があります。はい、ロングコビットっていうのは持続する長期的な後遺症を特徴とする疾患のことらしいです。もうやばいね。海外では効果よりも副作用の方が問題となっておりまして、 3,4 回で接種は終了されてますと。うち日本ではですね、海外の情報が報道されることはあまりなく、7回までの接種をね推奨してたりもしますよね。一時期世界最大の感染者数を記録することとなりました、はい、もはやメッセンジャー RNA ワクチンは無用の長物となっています。あら、じゃあ実際に長期化する可能性すらあるってこと、うん、そう、まあ、ここで大事なのは、新しくレプリコンワクチンのことどころか、既存のワクチンでも意味あったんかっていうふうに言ってるんですよ、ね、はあ、ね、このクリニックの先生が言ってんだからね。だからそこでその効果効能ってはよく分かってなくて、副作用ばっかりが目立つのに新しいものをやるのどうなんちゅうことでもあるね。確かにね、うん、はい、でさらに他のデンタルクリニックでは、うん、これまでのワクチンよりも重篤な疾患を発生することと、接種した人だけではなく、うん、接種した人の呼気から周囲の人たちに感染する危険性が100倍から1000倍と言われており、絶対に接種してはいけませんということで、うんうんうん、まあ言ったら病院によっては打った人が出入り禁止みたいな処置をしているところも出てきたよね。逆に、うん、うわぁ、で俺これね、当時はセンシティブだから言わなかったんですけど、うん、今はちょっと YouTube には出せなくなっちゃったけど、うん、小屋下の方でよく出てた仮面かぶった M
さん、ああはいはい、もう一緒ね、うん、そうが、いつかこれが一段落したら伝番するものができるって言ってたんですよ。で俺それは予言としてもなんかすごく不適切というか、はい、うん、聞いた人が不安にしかならないから言わなかったんですけど、うん、当たってんなと思って、もしこれが事実だったらね、本当だ、打った人だけじゃなくて周りの人もその影響を受けるっていうのは伝番っていうじゃないですか、うんうんうん、これはマジでその通りになってきたんじゃないかという怖さをちょっと感じましたね。怖いですよね本当に。そう、さらに医者ではないんですけども、こういった団体からも声明が出ています。い、新型コロナレプリコンワクチンに看護倫理学会が緊急声明を出し、注意喚起の異例事態へということで、この団体は医者の団体ではないので、それも聞こえると思うんで、はいはい、そこだけちょっと誤解なきよう、はいはいはい、医療関係者の身内側の団体です。ああなるほど、立場としては医者側の団体か正式にまあ声明が出てるとも言える。まあそうですね、はい、一番の不安な点といったら、なぜ日本だけという、そうですよ、そこが一番気になってます。他の国でも同時にあったら、まあ足並み揃えようかまあ分かるけど、さすがのなんか右へ習いの日本人もなぜ日本だけと思うやろ。思ってます、本当に。今少なくともさ、周りが打って安全そうだったら私も打とうって思う人出てくるんじゃない。そうそう、本当にそうですよ ね、うん、ワクチンを開発したアメリカや大規模な治験を行ったベトナムでも認可が下りていないんだよね。つまりいろんな実験や治験を行っても安全性を確認できるまでのデータが収集されてないということが、まあ、結果として出ちゃってんだよね。それなのになんで日本だけ認可下りるん。だったらもっと日本で認可下ろしてほしいもんたくさんあると思うんだよ、他にも ね、 なるほどね。他国で認可されていないのはいくつかの懸念点があるからなわけです。お、気になる、それどういうこと、はい、それがまず一つ目ね、うん、接種者の飛沫から非接種者に感染する恐れがあり、これに対する臨床実験もなされている。あーダメじゃない。そう、臨床実験もなされていないってめっちゃ怖いよね、うん、2、自己増殖に歯止めが効かなくなり永久にスパイクタンパクのトゲトゲが生成され続ける恐れがある。これ一番怖い、さっきね、増えていくって言ったけど、うん、一生増えていくでいいみたいな、本当に怖いやつですよね、うん、そもそもメッセンジャー RNA が人体の遺伝情報に影響を及ぼさないという確証がない。まあ治験の期間も短いですからね、うん、そうですね、はい、ということでこれが絶対にないと言い切られない以上不安は残りますよね、うん、そうですね、まあ健康に絶対いいっていう証明がないどころかちょっと不安な要素が多いってことですよ ね、 ね、でこれについて予防医学の専門家の方はこう語っております。はい、呼気や唾液から排出されるスパイクタンパク質は極めて微量で、周囲にいる人が吸引したとしてもすぐに分解されてしまい、感染が成立するリスクはゼロに近いと言えます。お、実験が行われていないので断言はできませんが、この点に関してだけ言えば従来のメッセンジャー RNA と同じではないでしょうか。あーなるほどね、まあ普通の飛沫とかだったらまあ薄いと、うん、感染する大丈夫ですよって言ってるんですけど、それは分かんないもんね、分かんない、憶測で一応話されてるからね、これね、うんうん、そもそも従来のメッセンジャー RNA 型ワクチンに関しても疑問だらけだというふうにまあ話していまして、はいはい、メッセンジャー RNA という遺伝子を体内に入れて大丈夫なのか、この点を調べたデータは多数あるんですが一般に知られていません、うん、そんな中でこれに自己増殖という新しい機能を加えたワクチンですからね、うん、もっと治験や実証実験を行うべきです。いずれにしてもこのようなワクチンは使用するべきではないというのが私の見解ですという。なるほどね、私こうね立場ある人もねはっきりものを言ってると、うん、専門家がね、いやこの自己増殖ってめっちゃなんかイメージ怖くないですか。本当に絶対自分の中で何かの物質が増えたら、うん、何かがきっと天秤がおかしくなっちゃうから、おきっと悪い影響じゃないけど体のどっかがおかしくなっちゃいそうな気はしちゃいますよね、うん、しかもさ表現もさトゲトゲって言ってたよ。そうそうそう、俺もすげえマリオに出てくるトゲゾウ出てくる。確かにねトゲゾウが体の中にめっちゃ行ってこうって歩いてる踏んでもねマリオ自体がやられちゃうから、ほがほがほが、あの BGM ねマリオレプリコン治験の闇歌で歌わないでベトナムで行われた大規模治験に関する闇がちょっとささやかれているので、はい、何何自然説的な要素を絡めてちょっと最後紹介します、ね、はいはいはい、ベトナムでは1万6000人が治験が行われたんだって。おで治験ね、はい、おそのうち18名が死亡。うわー1万6000分の18、そうこれが温度が少ないと分かんないけど、ね、でも、うん、怖えよな。だからそれが自分に当たったらって思うとね、うん、そうガチャやん。じゃあまあ言い方悪いですけどガチャです、うん、本当に、うん、ただこれはワクチンとの因果関係を正式に証明するのは難しいということで、あそう、ね、本当に治験で死んでしまったのか分かりません。分かんないですね。でもこの前のねハニートラップ梅木さんの治験の闇みたいなのもあったから、はいはい、怪しいのありますよね。ちょっと素直に
ちょっと喜べないよね、なんかね、ちょっと18人少ないじゃん、やったとはならないよね。なんない、なんない、うん、ただこの事実をもとに日本人の一部が今レプリコンに反対しているということなんです。はいはいはい。中にはベトナムの地形に何も言わず見て見ぬふりをしていたから今日本が次の実験所になったと。なるほどね。あ、まあ、18人こう亡くなったことを無視してるみたいな、そうなんです、ね、感じだね。まあ、この間ね、栃木県がファイザーとね連携協定を結んだ。ああ、これもねやりましたね、うん、うちで。あれすごい再生数やったんですよ、はい、びっくりしました、うん、今日本が狙われているという陰謀論がかなり界隈を騒がせて面倒くさい人多いんですけど、はいはいはい、日本はこのままで大丈夫なのかという意見をいろんなところで見るよね。まあ特にいろんなね、うん、政府とかの不信感から今回の唯一日本だけ打ちますっていうところはマジでちょっと信用できないですよね今。まずタイミングめちゃくちゃ悪いというか、うん、普通だったら信頼できるリーダーを作るんですよ。はい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 、まあ、例えば今小泉さんもね、その総裁選立候補されてますけども、うん、めちゃくちゃ影響力があってまともっていう風に映ってて支持率も高そうだったら、うん、この人が言うんやったら入れようってなるはずじゃないですか、うんうんうん、でもそういう総裁選とか都知事選の中で本当にこの人大丈夫なんてみたいなところでざわざわ日本が安定しきってないところに今入ってきてるんです、うん、でさらに今回日本だけの認可承認がおりましたっていうのもなんか下手くそで、うん、嘘でもいいから他の国で実は症例ありますよとか言っときゃ嘘でもいいからは良くないけどな。日本ってマジでブランド志向なんで、マジそこで大事なんですよ、はいはいはい、すごい自分の尊敬してる人がやってるとか、ね、大国がやってるからって言ったら、うん、途端に私も打たなきゃ遅れてるっていうことになるんですよ。日本人そんな感じだよね、確かに。ヴィトンとか、はい、フェラーリとか、はいはい、ほとんどの顧客って日本人やから、はいはい、いかに日本人って情報やブランドに弱いかなんですよね。まあだからこそ、まあこれあれですけど YouTuber にそういう話を持ってきたりっていう話がね、うん、まあ、これまた話したらまたねよくわかんないなるほど奴らが湧き立つんですよ、ね、湧き立つ下手くそかと思う、うん、だからそれでもなんか入ってきちゃってなんかやらされちゃうっていうのはもうやっつけかと思って、やっつけか、うん、やっつけで入れたのお前らみたいな、ね、確かにね、うん、しかもそれも海外から買うわけじゃないですか、はい、ワクチンをね、はいはい、それまた日本のお金でしょ、うん、そう、うん、どんどん日本のお金が外国に流れてよくわかんないものを買わされるわけでしょ、うん、いやこれで多分また廃棄がいくつみたいなニュースも出るんでしょ。いや絶対出るよそんな。だってさ少なくともねやることはもう決定してるわけじゃないですか、はい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 、こういう YouTube を見たりいろんなニュースとかで自分で調べたりした人は、うん、打ちたくないってなるわな、うん、甘いやん絶対。本当にさ向こうからしたら打つか打たないかなんてどうでもいいよ、うん、買わせることができたら、まあね会社からしたらね、もう商売なんだって在庫さえ納品したらもうお金もらえるんでしょ、うん、いいじゃんもう、じゃあその廃棄してくれたらねえ、なっても何なんこれもう。最近まあうちもそうですけど、うん、いろんな人が疑問を呈してるから、うん、本当に2021年とかの感覚とはもう国民全体的に変わってきてる感じがするから、ね、そう、日本はこのままで大丈夫なんですか、疑問を呈しました、うん、はい、今日はちょっと陰謀によった意見ばっかりに聞こえたかもしれませんが、うん、まあ、レプリコに関しては一応事実そういうことなので、うん、ちょっと闇深いなって俺は思ってますよ、うん、ね、うん、ね、巷の情報を紹介するとこんな感じになってしまいました。はい、レプやめて。ちょっとねもうライトでポップにやりたいんだよ。こんだけライトでポップにやってても、ね、正直僕ね今日この回がちゃんと放送されてるか不安です。広告ついとんかも、広告ついてるかも怖いし、うん、なんなら動画ごと上げれないんじゃないかって僕ヒヤヒヤしてるんですよ。ほんまに今日あの動画公開遅くなってたりとかしたらすいませんね本当に。まあでもいろんなところカットしすぎて半分ぐらいの動画になってる。500件がずっとペロペロペロ出してるだけの動画になってるかもしれない本当に、うん、ペロペロユニオン何を意味をね。今日伝えたかったのは以前のパンデミックの時みたいにね、周りが打ってるから私も打つとか、テレビでみんな打ってるって言ってるから打つみたいな主体性を持たずに行動することやめよう。まず、うん、調べよう自分で、はい、出なかったら今回がたまたまね、うん、いいものだったとしても、うん、次同じ手口で来ちゃった時にまた騙されたりするから、うん、そうですね、テレビでやってるから政治家が言ってるから周りがやってるからでどんどん自分が集団心理の中で正しいと思ってしまったら、うん、おかしいぞって間違った意見を言えなくなってしまう環境ができてしまうっていうのは、どん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 情報淘汰されていくことによって一躍買っちゃってるんで、それはやめよ。多様性って言うんやったら反対側の意見もちゃんと汲み取ろう。でないとついつまが合わないからね。多くの情報を見て自分の意見を持って行動することがとても大事ではないでしょうかという回でございました。コロナウイルスのお話っていうとやっぱり本当にもうこっから僕らが20年先とかから思い返してももう一大事件になると思うんで、そうね、だって僕らのさ、ね、楽器のもっと昔か薬害エイズとかもね、うん、はいはいはい、ちゃんとあれ国が認めて薬害事件じゃないですか、はいはいはい、だから今のことを知ってる人が減ってきたからチャンスなんやな、うん、そうそうそう
のことが色濃く残ってたら、うん、えちょっと前にも同じようなことあったよね。そう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 、反発めちゃくちゃ食らうやんか、うん、だからそういう世代がいなくなってきたところを狙ってまた来てるとかもやらしい。いや本当にだからここまでうまくね教育でワクチンっていうのは当然みんなが打つもの、そうそうそう、安全なもの、うん、病気が治るもの、うん、っていう風な感覚正直僕もここまで生きてきてあったわけで、うん、あるよね。その価値観が本当にこの数年でそれは本当なのかっていう風に思うようになった時点で結構、うん、すごいな。もう今そうね、時代が揺れてる。そう本当にね、うん、国が認めて謝罪してね、うん、薬害事件でしたっていうのは過去にあるので、はいはいはい、じゃあ今回ないって誰が断定できるん？そうですよねって思うんですよ、うん、だから否定したいんじゃなくて、うん、否定する材料しか与えてけえへんからメディアが。そうなんですよ、うん、ね、ちょっと冷静に考えたら分かるやんか、うん、それこそねうまくやってくれてたらこちらが不安なんだと済むんですけど、ほいでさ、なんか治験に参加してくれ1万6千もらえたとかニュースもあったけどさ、はいはいはい、X の方でね、自分の子供になんか治験で打たせたら1万6千親がもらうみたいな、うん、何やそれと、自分の意思で打ってるわけちゃうやんそれってなるし、うん、レプリコンワクチンとかで協力金や補助金がもし出るってなったら、はいはいはい、打ってた人だけ割引を受ける飲食店ができますとか、あ、ね、ホテル宿泊費が安くなりますとか、結局、うん、もうひどい時にはね飛行機乗れなくなります打たないととか、自由選択をさせているように見せてどんどん追い詰めていくやろ。本当にあれが嫌いやったな俺、ほんと異常でしたよね。いやー、3年前ひどかった、うん、ねえ、証明しないとイベント参加できませんとかなんなんと思うよね。うん、まあまああの時はねもう知識もなかったし、はい、考え方も及ばなかったんでしょうがないことはあると思うんだけど、今は学んだやんもう、うんうん、こっから同じことするん日本、うんうんうん、ねえそろそろなんか賢くなろうぜ。全然信憑性ないですよ今。何か海外からの侵略者だもん。いや俺ねでもねレプじゃないです実は。何この前だった女性の人めっちゃ早かったその女性の人はレプだったんですよ。モノマネでね。あモノマネすごい早かったっていう、うんうん、レプやわ。あ俺レプ、うん、デプテリアデプテリアレプやデプタリアレプやそんなですね、うん、あの自由意志がないんかと言われる昨今ですけど、うん、自分の意志で参加することができるイベントがあります。何それ。みなし臭い2024マベムメム大陸。いやその宣伝の仕方本当に合ってるのえ何が自分の選択できるみたいな。はいゲストはあのレプテリアン。誰のことを言ってんの。えそれは言えないよ。いや誰がレプテリアンなの。東屋さんの笑い方出るの誰ですか。東屋くん。いやもう東屋さんやん絶対、うん、ヤスくんっていう説もあるよ。徳森ザルス爬虫類。確かにね。いやでも豪華なゲストがこうやって出てくださいます。はいはいはい。超人気声優の小野由紀くんもね、ねえ出てくれますし、もう本当にもうどんな回になるんでしたっけ、うん、これはやっぱりライトでポップな都市伝説をみんなで話すっていう回ですよね、うんうん、そうね、うん、来た人はですねぜひ僕がなんかってやったかを数えといてほしい本番中にレプカウンター500回ぐらいやってるな。怖すぎるってレプカウンターだよずっとねあのモニターの上とかにでもまあこういうあのイベントの醍醐味っていうのは、はい、正直今日の動画とかもめちゃくちゃカットされてると思うし、実際ねあの YouTube でもう話せることって限られてるんですけど、ほんまに、まあ、このイベントのいいところは YouTube じゃないイベントだから、うん、そのままフル尺で聞けるってことですよね。そうだね、うん、それはでかいかもね、うん、しかもあの持ってきてる東屋さんのやつとかも、うん、実は YouTube に上げてない動画を見たりとか、ヤスさんとかミキさんも、うん、YouTube では話しにくいようなことテーマで持ってきてもらってるんですよね、うん、そう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 、はい、だからね来るだけでもめちゃくちゃ価値があって、うん、聞いたことをねなんかあんまりこう多言しないでほしいんだけども、はいはいはい、あのみんな話し上手やから、うん、すごいなんかね人に明日言いたくなるような、あそう、ね、都市伝説にまとめてくれてると思うね、来ることによって情報仕入れて、うん、プラスの人気者になるかもしれない。おー、いいね、なんでみんな学生なんだよ。え小学旅行でね。あのそんな学生大人気コンテンツじゃないし。知らなかった。何？今回のイベントで大学生以下しか入れない。そんな違うって。え見ろよ客席。何が？えどこが大学生だ。どういうこと？見たらわかんだろもう。え、まあそういう楽しい軽快なトークもございますのでね。うん、ぜひぜひ。あとね僕たちの都市伝説バンドね。そう。今大好評 MV が順次公開中でございます。そうですよ。すごい再生数。いやーこの間のユニオンも ねめっちゃ再生数いいんでしょ。そうめちゃくちゃいいだね。本当にもうカネチのおかげですこれは。本当にすごいですねこれ。大々になってるねーってライン来た。あよかったよかった。まあ、そんなね世界をいろいろ回ってますけどね認可されたのは日本だけということでユニオンではね。えあれワクチンの歌だった。そうそうそう結局あの認可されたとこは日本だけっていうオチです。そんなわけあるか。それではまたお会いしましょう。バイ。You're the only one.